速稼塾の久保です。今回も舞姫さんからね、あれが届いてますね。占いが届いてますね。舞姫チャンネルから新型コロナウイルスの真相をペンデュグラムで占ってみた結果ということと、まあ、占いの視点からですね、新型コロナウイルスがどういうふうにいくのかってことをこう発信してくださるんですよね。まあそうですよね。私たちは科学的な側面から根拠を持って未来を想像することもありますし、占いというものを持ってね、スピリチュアル的に未来を予想する時もあります。例えばこんな気がするんだけどなーっていうふうな、その気がするっていうのは全て根拠というよりも自分の今までの人生観とかね、自分の思考が想起させるものですよね。まあですから根拠がないといえばないのかもしれませんけども、ただそんな気がするっていうのも重大な根拠だというのが、まあ、占いの始まりなのかなと思うんですよ。それを裏付けるために亀の甲羅がどう割れてるとかね、山の形がどうなってるとか、それからペンデュラムがどういうふうに動くかっていうことを結びつけてると思うんですよ。で今回ね、舞姫さんは私たちに明るい話題も提供してくれてます。明るい話題ですね。こちらの方も占い師の視点からね、ペンデュラムの視点から舞姫さんがお話してくださってますんで、そちらの方ね、期待を持ってご覧いただければ幸いでございます。それでは動画説明欄の方から舞姫さんの新型コロナウイルス最新情報ね、2月2日の分ですけども、最新情報ね、そちらの方をご覧いただければと思います。ちなみにですね、2月今5日の朝6時31分ですけども、新型コロナウイルスの感染者2万人を超えました。そしてですね、死者数も400人を超えたのと、プラス27万人の感染者を中国が、共産党がですね、まあ、隠蔽していたという事実も分かりまして、そしてね、恐ろしいことに武漢では今軍隊が入って、どんな方を対象にか分かりませんけども、人を殺処分してるんですよね。銃で撃って殺しているというところがあります。それはちょっとね、裏付けないんで、この辺にしときますけども、またね、こういうふうなちょっと暗いニュースも入ってくるのはどうなってるのかなと思うわけですよね。それから10日間で突貫工事で完成した病院なんですけども、これは病院じゃなくて、なんかね、収容所なんじゃないかっていうことなんですよ。患者さんを収容すると見せかけて、この機にですね、政治犯とか不穏な動きをする者とかね、共産党に弓を引く者を収監して、なんかね、粛清してしまうんじゃないかなっていうのはね、そんなことを言う方もいて、私もどう捉えればいいのかね、困ってるところでございます。それでは本日は以上です。